回収金属で金メダル。東北3市が組織委に提案。1。岩手県一関市と青森県八戸市、秋田県大館市の市長らが10日、2020年東京五輪パラリンピック組織委員会を訪れ、使用済み小型家電から回収した金属を金メダルに活用するよう提案した。